では8レース一条戦1着になりました茨城の武田豊樹選手です。1着目でございます。ありがとうございます。福島の高橋選手と連携になりましたけども、作戦はどういった作戦だったでしょうか？そうですね、もう高橋君しっかり自力の組み立ての作戦何通りも持ってて、自分はなんとかこの足を貯めることを考えて、何か仕事する場面が来たら頑張りたいなという気持ちで追走してました。山本選手が来たところすぐにすかさず高橋選手が行ったところあると思うんですけども、そこのかかりは追走していていかがだったでしょうか？はい、よかったですね。もう G1 の出てる先行選手ですからね、強かったですね。最初フォーナーって原口選手が打ちに行ってるとかっていうのは見えて、はい、なんとなく、はい、分かってました。でもあとはもう追走して最後差しに行くっていう感じで、はい、最後よく伸びてたと思うんですけども、はい、ご自身の状態面はいかがですか？はい、少し初戦ってこともあって苦しかったんですけど、また明日の一走頑張りたいです。やっぱり地元記念っていうのはまた特別なものがありますでしょうか？そうですね、もう特別競輪とはあんまり変わらないですし、少しでも活躍して地元のファンの方の声援に応えたいです。ありました。では、残り3走に向けて意気込みを最後にお願いいたします。はい、決勝戦目指して一生懸命頑張ります。応援お願いします。